はい、どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回はですね、今日お昼にねちょっとこの GTR の動画出しましたが、ちょっとこちらでねお伝えするの忘れてたんで最終告知でございます。はい、本日1月8日の23時59分まで、期限がねそこまでなんですけども、今年ね入って、2019年入って1月1日から今日にかけてね、お年玉プレゼント企画としてね、この後ろのねトミカを抽選でね10名の方にねプレゼントするね企画を今やっております。まあ、詳細はね元旦の動画をね、ちょっとリンクをね下にね貼っておくんで、そちらをね見ていただければわかるんですが、今のところちょっとね応募の人数が、まあ途中経過というかもう最終日なんですけども、今のところね応募されている方がだいたい800人ぐらいですね。ちょっと多く見積もって、まあ、700後半だったと思うんですけど、まあ、約800人です。でまだ応募されていないという方はねいらっしゃったらあれなので、ちょっと今回ね少しですがね告知の動画ね作らせていただきました。プレゼントさせていただくのは、はい、この後ろに並んでいる10台のトミカです。前のこの GTR 関係ないです。まあ去年ねちょっとねややこしいんでどけますが、下の2列がですね去年発売されたフェラーリのトミカたちで、まあ普通にはねもう今ちょっと手に入りにくいトミカたちが並んでおります。左からね 488GTB の初回に、その隣がラフェラーリの初回で、真ん中がテスタロッサ、これがタカラトミーモールオリジナルの分ですね。でその右がね 512BB の発売記念仕様ですね。でそのお隣がテスタロッサの、これもね発売記念仕様となってます。でこのフェラーリのそれぞれのね車両と組み合わせで、上のどれか1台、種類はアリオのラッピングバスに阪急バスで、こちらが自衛隊の高機動車初回特別に、京都市交通局の市バス開業90周年記念のバスで、 TCN のねミシュランモータースポーツトラックに、ランボルギーニ裏缶ベルフォルマンテの初回特別仕様で、そのお隣のこちらがトミカイベントモデルのラフェラーリ、まあこの中ではこれが一番手に入りやすいかな。でその下がねマクラーレンの720です。これもね初回特別仕様で、で一番右端フォルクスワーゲンザ・ビートル、これがねビームスとのコラボのモデルですね。でその下がホンダ CBR1000 の WR の初回特別仕様、まあ上の段もちょっと手に入りにくいトミカたちを揃えております。まあそんなトミカたちとフェラーリをねワンセットにして10名の方にねプレゼントするんで、まあ何度も言いますがね、元旦の詳細の動画と、あと応募フォームをね下にね貼っておきますので、まだね応募していないっていう人はね、ぜひどんどんどしどしバンバンバリバリ、もう今すぐにでもね応募しちゃってください。で応募される時はあの注意事項とかねよく読んでからねぜひ応募してくださいね。あとね未成年の方は保護者の方と一緒にね応募してください。ではではね、皆さんの応募ねどんどんお待ちしておりますので、ではではね本日の23時59分までです。皆さんのね応募どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとぜひあの応援のメッセージとかもね添えてください。ではではね、また他の動画でお会いしましょう。あとね抽選方法ですが、まあ、後日ねちょっとね僕が適当に本当にあのランダムにこの人にはこれ、この人にはこれみたいな感じで抽選するんで、その動画もねあの出すんでね、楽しみにね待っていてください。ではでは、何度も繰り返しますが、皆さんのね応募をどんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ではでは、今年も1年張り切ってまいりましょう。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。